さあここですね、今度は抱え込みのベーレですね、屈伸とそして抱え込み、2つのベーレがあります。これ同じ技の繰り返しですね、うん、そして着地屈伸の、あっと着地失敗、どうした田中、いもったいないですね、今の屈伸のダブルだったんですね。そうですね、あどうした田中、着地に失敗しました、滑ったというような、なんかそんな表情してましたけどね、こっちから入ってから、あこっちから入ったからと今こう右腕の方を指してましたけれども、これはベーレーのところですかね、ベーレーの時ですね、最初のベーレーですね、はい、あかなり浮きがなかったですね、2回とも、もう少し余裕があるんですけどね、新のベーレーから今度はこれは抱え込みよりの2回目ですね、はい、そして最後、あ開きが早いですね、あの太ももを握っている手がですね、はい、右手が外れてましたですね、おそらくベーレーのところのあの衝撃が影響があったかも分かりません、あそのまま屈伸のベーレーもそれから2回目のあの抱え込みの時もいずれももういっぱいいっぱいでしたから ね9.10 です、まあ、普段はもっと少し余裕があるんですけれどもね、高さもありますし、これで畑田との差がまた開きました、